じゃこんにちは。はい、ゆばちゃん。はい。なんで2000本打たなかったの？そうですね。いきなりだから。そこですか。いやいや、だけどさ、いや1896本ってね。ああ、なあ、え、1912本ですね。あ、1912本か。なんで？あと80本ちょっと。はい。なんでやめたの？なんで、いや、これ高木さんにも同じ質問したいんですけど、なんか2000本打たなくてもいい選手いるじゃないですか。なんかそこ、今なんか世の中的にそこ打ったらいい選手、打たなかったらまあね、それ以下のっていう感じですけど。まあ2000本打つ人って健康有料児だよね。はい。表彰されるぐらい健康有料児。ね、はい、体が強い。2000本行かない方は、まあ、まあ200勝とか行かない人は、うん、やっぱりこう、ひ弱な体質というか、どうそこまで持たない。ひ弱と。いや、やっぱ名馬は強いから、はい。そうなんですか。いや、だけど、うん、強さ残してやめてっから。はい。なんかもったいなくてさ、うんうん。私も驚きました。どうした？どうした？まずどうした？いや、まあ、いやでもさ、区切りっていうのは考えなかった。いや、2000本は考えましたけど、考えたんですけど、まあ、ある程度年齢重ねていった時に、うん、コーチやりたいなって思う時あるじゃないですか、うん、あの将来は、うん、で その時に一応思ったんですよ。将来コーチやりたいなって。吉野、まあ、とは同期？同期ですね。で、監督になるから手伝ってくれって言われたんでしょ。そうですね。まあそうなんですけど、その前から一応コーチには一応なりたいなと思ってて。いや、なりたいと思わなくてもなれるよ。正直なんかイメージがコーチイコール最初2軍、うん、2軍からで何年かやって1軍でって言った時に、2軍かって、2軍には失礼じゃないですけど、うん、なんとなくこう上でやりたいなっていう、まあ今自分の理想があって、ね、理想があって、であそこのしのぎ合いをしてみたいなっていうのもあって、あ、勝負としてね、勝負で、まあ、でそこから2軍行って若い選手を育てたい、まずは1軍を経験してから2軍で育てたりとか、うん、いろいろこうってずっとそこやっちゃうと、1軍のその駆け引きだなんだっていうのは、やめたらすぐこう生かしたいなっていうのがあったんで、だから、まあ、上ですぐできるっていう魅力もあったんですよ、その時には。誘われた時にね、はい、現役のこだわりよりもやっぱりそっちの方がだったんですか。まあこれね、あと何年かやって打ちました、うん、はい、コーチやりたいです、でもできませんっていう時あるじゃないですか。タイミングとか、タイミングとか、タイミングとか、うん、まあ人生の中で、まあ、そのタイミングとか岐路に立つっていうことはあるにしても、井端のタイプだったら俺絶対、うん、絶対にあるよね、コーチは。でも完全にそうですね、100%、まあ、監督と喧嘩しなかったらね、正直喧嘩してたからね、ベンチでね。いろいろ、いや、あれ喧嘩じゃないです、いいです、活発な論議ですね、まあ、もう言いますけど、言いますけど、ね、意見はどんどん言ってこいって言われてたんで、うん、言いに行ったらああなってしまったっていう。俺もね、よく似てんの、バンバン走らせるって、はい、アウトになったの、うん、呼んで怒られた。中原さん、違う違う、まだ違う、まあ、随分前のベテラン監督で、はい、なんで勝手に走らせてんだって、うん、お前走らせるって言ったじゃねえかっつってまあそうやって言い争い、まあだからすごく似てんのよ、豊さんといや、なんとなくそういうね、トップの人がそういう風に言ったら、まあ、誰も行かないから、一人ぐらいそういうふうに監督が言いに来いって言ったのを行かないといけないっていう正義感じゃないですけど、いや、まあそれはある、ありますよね、あるある、はい、誰も行かないならもうなんかね、ただやってるだけじゃないですけど、はい、だから言いに行ったら怒られるみたいな、うん、あれあれって、なんであいつ歯向かうんだみたいな。でもね、俺はまあ話戻すけど、なんかもったいない気がしたんだよね。私もやめた。だって1年をさ、ずっと通して出れてれば、はい、確実にクリアできる数字だもん、80何本なんか。そうですね、正直言います、うん、失敗しました。そうだろ。今ね、今っていうか、やめてコーチやってる時は思わなかったですけど、一回こう離れて
なんで俺はあとそれぐらいやんなかったのかなっていうのは、正直この1年思ってます。そうだろう、はい、やっぱ違うもん。で、ちょうど亡くなられた金田さんと6月に会ったんですけど、もう迷宮会作られた方で、そしたら、まあ、なんだあれ、あと何本なんですか、うん、いや、80本ぐらいです。で、ちょうどその時野球教室だったんですけど、ここで80本ヒット打てって言われたんですよ。入れてやるからって言われて。俺も言っていいかな。あそこに。200本ちょっと。頑張れ、いけ。ああいう方にそうやって言われるって、たりとか、こう、いや、コーチやってる時はそこまで言われなかったんですけど、やめたらいっぱい言われるんで。いや、俺は中日の黄金期を築いたじゃない、はい、アライバコンビ、ね、はい、荒木もいた、大好きです。荒木が2000本打ってんだよね、はい、二遊間で2000本打ったコンビってそう史上初でしょ。そうなってくると誰も二遊間で打てないよ、コンビ持ってたやつで。そうなんですね。荒木は打った、はい、井端80何本なんでやねんっていう話になるじゃない、うんでも、どんどん言われるとどんどん落ちてきますよ。いやいや、ね、もったいなくでしょ。だってできなかったらもうヨボヨボで、ね、もう足も動かない、ね、どっか痛めてる、もう腕も上がらないみたいな、そんな感じだったらもう井端もうしっかり十分やったよってバンバンノック打ってるから、翌年選手まあ、どっちが元気だか分からない。井端ちゃん元気かって言ったら、いや元気でしたよみたいな、選手より元気あるんだよ。なんやねんちゅう話。そうですね、でまあ本当にもったいないっていうか自分でもまあこれだけ言わせてください、荒、うん、木より打率が良かったのは救いです。いや違う違う、救いじゃない、打率が良かったらね、ぐっとけっちゅう話。残り80分。いやだから吉田芳生さんと鎌田さんって、はい、阪神のもう名二遊間なんだよ、はい、この人たちは2000本打ってないけど、守備でもうめちゃくちゃ呼吸があってどうのこうの、それの再来じゃないかって言われてた、はい、ね、アライバコンビって、うん、そうだよな、はい、だってさ番組でさ、もう一回二遊間組みたい、いや組んでみたいやついるかっていろいろいるじゃない、はい、まあ今菊池であったりとかさ、うん、源田であったり坂本であったりとかいろいろいるじゃない、うん、誰と組みたいかって言ったらもう一回荒木と組みたいって。ああ俺涙が出そうになったよ。すごい。荒木は言ってないかもしれないですけど、荒木には振られるかも。いや思ってると思いますよ。いやだけど、試合中に最初は会話するじゃないですか、うん、若い出たての頃って、うん、ある日じゃないですけど、何年目だろう、30手前ぐらいからですかね、見なくても良くなる、うん、会話しなくても住むっていうのがこれだけ楽なのかって思ったら、はい、もうやることは自分のことと相手を見たりっていう違う方向にこう行けたんで、はい、それでさらにこうなんかちょっと上手くなったんじゃないかなっていうのがあるんで、もうメクファーセでできるよね、はい、で何を考えて、それが荒木がちょっとこう怪我したりとか試合出なくなると、はい、こっちがそわそわしてくるんで落ち着かなくなる、こいつ本当にベースカバー入ってくれるのかなとか、もう何でも不安になってきて、はい、一球一球こう確認しないといけないような感じだったんで、はい、その時にやっぱ荒木でよかったなと思いましたよね。もう女房とか恋人なんかもう超えてるぐらいの中だから。いや本当に、で家で嫁さんと会話が今ないんですけど、知らねえ。亡くなるじゃないですか、10年を超えてきたら。はいはい、そしたら、会話ないなぐらいの言われたら、そら、ね、荒木の例を出して、同じことですよ。こうやってやってきたら、別れ合えば、会話なくたって、もう完璧だよっていうのは、どこでも言ってます。どこでも言ってます。確かに。説得力があるのかないのか分からないけど。そしたら、嫁も納得してました、ね。なるほど。いや、でもさ、そのね、吉田さん鎌田さんっていうのがいて、まあ井端荒木っていうのがいて、うん、ここがお互いに2000本打ってたらもう生涯語り継がれる二遊間だったよね。まあ今でもそうなんだけどさ、はい、でも高木さんとも組んでみたかったですよ。嬉しい。かぶるじゃないか。あ、まあショートでいいかな、うんうん、ショートは大変だよな、ポジション。いやセカン、いや、負けたく、あ、まあ、だから、両方やったんですけど、いや、
打球とかそういうのはそうかもしれないですけど、セカンドは大変だったような。俺もショート2年間やったけど、はい、精神的にプレッシャーがかかるもん、ね、ショート、いやもうジャックルできない、投げるときに一発で殺してあっと思って握り直したらセーフになるから、もうそんな考える余裕もなく投げなきゃいけないってことですか。そうだよ、ミス許されないなんだ、サードとかだったら。そうですよね、悩んだで言ってんの。え、じゃあお二人は生まれ変わってもセカンドショートまたやりたいですか、ポジションどこやりたいですか。どこやりたい、生まれ変わったですか。キャッチャーです。ええ、一緒、もしかして嘘。ちょっと解き放ちゃった。いや一緒、キャッチャーコントロールできるもん試合を。そっか、ま、あのね、そこにいる監督ですもんね、うん、生まれる。いや、それはキャッチャーやりたい。え、本当ですか。そうですね、キャッチャーやりたいです。やっぱコーチとか監督向きなんですね、お二人とも。監督やりたいでしょ。まあ、ゆくゆくはやりたいなと。よし、期待しましょうね。立浪もやりたいっつって。いや、もう全然そんな。もうそのね、2歩、3歩、4歩ぐらい後で大丈夫です。でも立浪が監督になって、岩田、手伝えよって言ったら、行くでしょ。はい。ちょっと電話も入ってますので、待ち構えてますけど。はい。はい、もう楽しみだよね。でもね、いろいろ将来、そうですね、これからが、ね、80はもうね、そこはもうあれとしても、もう80本はもう帰ってこないけどね。あれ入れてくれればいいんですよね。何、日本シリーズとかクライマックスも。俺はあのオープン戦入れたら確実に。なんでオープン戦が入るの。なんでだよ、試合じゃないか、金取ってんだから。金取って。じゃあ2軍もいいですかね。2軍、俺2軍はね、1本ぐらいしか打ってない。え、田上さん2軍経験ない。経験ないですよね。そうですか、僕2年経験あるんで。みたいだよ、ね、足したら行ってますね。完全に行ってるでしょ。でみんな行っちゃいますよね。じゃあ2000本は皆さんも心の中で打って、ね、